いいね。こっち行こうぜ。おすげえ団体さん。ありがとう、団体さん。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、ユーロです。いつも、しみじきょうチャンネルご覧いただきありがとうございます。はい、Steam Next Fest、始まりました。やった。まあ、これも、おととしぐらいからかな、始まって、Steam の体験版を遊ぶことができる。そして、開発者のストリーミング配信を楽しみながら、まだ、発売されていない、ゲーム、まあ、主にですけれどもね、発売されていないゲーム、の体験版を遊ぶことでこう気持ちを高めるということで、人気のイベントになってますね。で、2月21日から2月28日午前10時なので、3月1日の深夜3時まで、午前3時までになってますね。はい、お間違いのないように1週間体験することができます。はい、もう皆さんもう4回目5回目になってきてるので、多分こうもう慣れてきたと思うんですけれども、それでもこう初めてネクストフェス参加する人は、じゃあこんな何百もの体験版があって自分のね時間限られているのにどういうゲームを選んだらいいのってなると思うんですよね。で、主に2つユーロさんから提案したいと思います。一つはですね、実は Steam を利用しているとですね、あなたへのおすすめというのがありまして、ここにもう候補が出てきてます。はい、SF 好きのユーロさんはやっぱりこうイクシオンとかが出てきたりするんですよね。はい、で、ジャンルとかもここに列挙されているので、農場シミュレーションだったらやってみようかなとか、あ、コロニーシミューの要素もあるのかとか、サバイバル、街づくり、ローグライト、サンドボックスの要素もあるのかとか、まあ、こういうところをこう参考にしながらですね、これユーザータグと言いまして、どういう大体ゲーム内容なのかっていうのがこのタグから分かるようになってるんですね。で、こうやって探して、まずここで動画などを見て、あ、面白そうだなと思ったら、このクリックしていただいてですね、はい、Steam ページを見ていただいて、まあ、ダウンロードしていただくという感じになりますね。まあ、おすすめ、Steam をこう利用されている方なら、このおすすめを信頼してみるっていうのが一つ、体験版を遊ぶ方法としてあると思います。そして二つ目はですね、やっぱりウィッシュリストに存在するもの、自分のウィッシュリスト、過去に入れていたものとか、もう忘れてるゲームとかもあると思うんですけど、あ、そうか、今回この体験版が遊べるのかと、じゃあやってみようかなと。いうことで、遊ばれるといいんではないでしょうか。まあ、自分は、また後日、これプレイ動画流しますけれども、ハイライズシティですね。ハイライズシティという、ストラテジーゲーム、まあ、自分はウィッシュリストに入れていたので、これをまずやりたかったんですね。これはサージ2の会社であるデック13が、初めて手掛けるストラテジーゲームということで、前から注目してたんですが、まあ、言ってましたよね。確かね。はい。これをまた遊んで、プレイ動画流そうと思いますが、はい。こういう自分がウィッシュリストに、入れているものなんかからこう探すといいんではないかなと思いますし、いやー、ユーロさん、ウィッシュリストにあんまり新作とか入れてなかったわっていう人はですね、ウィッシュリストで最も人気の近日登場ゲーム。はい。これ、体験版遊ぶことができるゲームばかりなので、ここからみんなたくさんの人がウィッシュリストに入れているゲームから、体験版を遊んでみるっていうのもいいんではないかなと思います。まあ、ウィッシュリスト入れてない人はですね。はい。まあ、こんな感じで、体験版を遊ぶゲームを探されるといいんじゃないかなと思います。まとめますと、一つはこのあなたへのおすすめを信頼する。そしてもう一つは、この自分のウィッシュリストに存在しているものを遊んでみる。もしくは、みんながウィッシュリストに入れているものの上位を見てみる。はい、その2つの観点で探されるといいんではないかなと思いますし、はい、いろんなジャンルがあるので、アクションとかアドベンチャーとかストラテジー、シミュレーション、まあこのね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 この10個の項目で自分の好きなジャンルがないっていう人はいないと思うんですよね。で、さらに、まあ、例えばシミュレーションが好きですよ、自分は一人で、コツコツ、遊ぶのが好きだっていう人はですね、このシミュレーションのタグの、シミュレーションの中でも街づくり系であるのか、
また街づくりじゃなくて管理ですね、経営者みたいになって管理するゲームが好きなのかとか、フライト系が好きなのかとか、はい、農場系、牧歌的な感じが好きなのかとかね、はい、こういうものでもこう探すことができるようになっているので、まずは大まかにアクションがいいのか RPG がいいのかシミュレーションがいいのかを考えて、そして細かく見ていくっていうこともできると思いますし、まあ Steam ラボということで、複数のジャンルもこうやって選ぶことができます。だからシミュレーションでありながらプラットフォーム要素とパズル要素があるものとか、まあこういう絞り込みも行うことができるので、はい、活用してみてください。でね、はい、今回ね、この数字が出るようになったんですよね。アクションは332ありますよとか、はい、カジュアルは214ありますよ。で、絞り込みを行うことで、そのシミュレーションでカジュアルは179ありますよとか、こういうのが出るようになったので、かなりなんか数が明らかになることによって、取り漏れすることなく、その遊び漏れすることなく体験版をプレイすることができるんじゃないかなと思うので、なかなか進化、ちょっとずつね進化してるなっていう気はします。じゃあ今回はですね、その探し方の中からこのアクションの、はい、このウィッシュリストで最も人気の近日登場ゲームの中のこの一番上のゲームですね、はい、ザ・アンリビングっていうのかな、アンリビングというゲームを遊びたいと思います。これを一発目にしたいと思います。はい、このゲームはですね、アクションの中でもゾンビが出てくる、まあ、RPG 要素のあるゲームということで、アーリーアクセスが、2022年中に始まるということで、ファーストハーフオブザイヤーって書いてあるので、まあ年の前半の早い段階でっていう感じなんですけど、まあ、まだ、ね、早い段階でだったら1月だろうと思うんですけど、まだ出てないんですけれどもね。はい、インターフェース字幕日本語あるということで、日本人もね遊びやすいタイトルではあるので、ちょっとこれをやっていきたいと思います。では皆さんも体験版ぜひ遊んで、コメント欄でどういうものが遊んだのか聞かせてください。ではどうぞ。データを読み込んでいます。はい、ではやっていきたいと思います。なんかね、まあ、日本語対応してるんですけれども、多分デモ版はですね、英語とロシア語しかなかったので、はい、この2つだけなんですよね。なんで急遽キャプチャートゥーテキストを入れました。ちょっと読んでみたいと思いますね。はい、このデモバージョンには最終的にリリース予定のものと比較して、限られた量またコンテンツが含まれていますと。前回のデモリリース以降、基本攻撃の変更やネクロマンサーが体力を失った場合でも敵にダメージを与えることができる特殊な体力コンテナの新しい機能を追加した。あ、なるほど。で、実行の合間にネクロマンサーの、拡張バージョンの新しい機能をロックすることができると。ああ、自由にその辺はできるということですね。このバージョンのゲームの最初のロードにはしばらく時間がかかる場合がある。アプリケーションを最小化しないでください。読み込みが完了するまでお待ちください。はい。AI と軍隊の制御を改善するために最善を尽くしています。早期アクセスによって大幅に改善されることを期待してください。今年の後半にリリースするって書いてあるじゃん。ファーストって書いてあるんじゃん。あったのに。今年の後半にリリースすることで生計を立てるがより満足にもなる。あー、今年の後半リリースみたいですね。はい、じゃあスタートゲームやっていきます。はい、キャプチャー2テキストで読めたらいいんだけどな。これね、なんかね、カーソルがね、このカーソルがキャプチャー2テキストじゃないんでね、めちゃくちゃやりにくいんですよね。明るい未来の第一歩は大変でしたが、別のものを作ってみてください。別のものを作ってみてくださいって言ってるな。ちょっと待ってくださいね。すいません。ちょっとこれやりにくいな。ワスドで移動、ダッシュで、ああ、なるほど。OK。
まあ、とりあえずいろいろ移動してみましょうか。攻撃は左クリックだから、まあ通常の見下ろし視点のアクションゲームと同じような感じですね。うん、アタックアタックね、はいはい。あ、でも操作性はなかなかのもん。なんか取ったぞ。はい、これがな、こっちで反応してくれたらいいんだけどな。こうなるからな、めっちゃやりにくい。死んだ敵を育てなさい。レイズはグループ全体が死んだ後にのみ可能。レイズ、これがレイズか。あー、なるほど。え、自分の味方にできるってことか。ちょっと英語部分飛ばしますね。あー、なるほど。で、to attack hold move。 あ、なるほど。ホールドするとこう敵ゾンビが向こうに行く。なるほど、行け。なるほど。はい、来いよと。ホールド解除するとついてきてくれると。はい、こうやって戦わせることができるという感じですかね。これを復活させるのはどうしたらいいんだ。あ、 R か。 R でこういうことね。あー、なるほど。 R で墓場から復活させて仲間にさせるっていうことね。はい、だからどんどん R を、はい、使って仲間をこう増やし、で、はい、こういうところをこう倒させると。なるほどな。はいはいはい。ほんでこっちに行くと。はい、来いよと。来いよ来いよと。行けと。あ、だんだん分かってきた。で、R 使ってまた復活と。あー、分かってきた、分かってきた。ヘルスバーは、ライフスパークスで構成されています。ライフスパークが全てのヘルスを失うと、それは破壊され、殻が残り、その、チェーンが解放される。なんか分かったような、分からないような。ヒットポイントを回復させたいな。ヘルスバー、なるほど。どこに行きゃいいんだ。こっち今行ったよな。こっちは行けないし、上かな。あ、上だな。お、よし、起き上がれ。行け行け。いけ。あ、なんかすごい必殺技使えたな。すごいスキルパワー。これは OK。 また復活することができる。なるほど。まあでもなんか
絵は丁寧に描かれてますので、ドット絵が、ドット絵が丁寧なんで、いけ、こいつらは復活させることができないのかな。ナイス、オッケー。うわ、これずっと増えていくんじゃないかすごい増えたんだけど。めっちゃ増えたんだけど。やばいやばいやばい。OK。めっちゃ引き入ることになる。やばいやばいやばい。行ってくれ。行け行け行け。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。なんか追ってきてる追ってきてる。めっちゃ追ってきた。やばい。ああもうないのか、スキルがない。よしよし。やばいやばいやばい。めっちゃ怒ってるめっちゃ怒ってる。あぶね。エンプティ。あー、ないのかもう。あー、これは取れないのかな。やべえな、死ぬな。ノットエンプティ。ちょっとでも味方を。あ、ノットやったなんだ。やばいな、体力がね。この主人公そのものがそんなに強くないから、やっぱりこういうゾンビたちを戦わせながらやらないと、味方につけながらやらないとダメって感じですね。やばいやばいやばい。危ない危ない。やばいやばい。やべえ。ヒットポイントがね。オッケー。あぶねー。あ、なんかボタン間違えた。やべ、散々だわ。これででももう一掃はしたかな。わあ、体力回復して。これどうやって、取れないのかな、これ。黄色の、黄色のポツを取りたいんだけどな。あ、しかもなんか死んだ全員死んでるし、ヒットポイントねえし。やばい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 。これはやばい。なんか強そう。こいや。こいやこいや。こっちにこいや。怒ってる怒ってる。逃げろー。うわ、めっちゃいるじゃん。無理だ無理だ。逃げるしかねえ。
お、なんだ。It is the way my citadel. I was the way you couldn't hold the spell. Who are you? 諦める。うわ、めっちゃいる。こんだけ戦わないといけないんだ。よし、回復回復。ブラッドポイント。体力回復とかないのかよ。フルオブブラッド。やばいやばい。やばいやばい。逃げさせて逃げさせて。やばいやばい。危ない危ない危ない。危ない危ない。危ない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 。危ない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 。あ、逃げられるもんだな結構。あー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 うしですかい。まだまだ未熟ということか。はい、またさまよる魂のとこね。はい、さまよる魂ね。はい、まあいいよ、もういいよ、日本語待つよ。この辺はでもあれだろ、またチャンスをやろうっていうことだろ。ローグライクだろ、ローグライク。はい、もうそれは分かった。じゃあ行くよ。まあここに意味があるのかもしれないけど、はい、お、レベル2、いいね。なんかとりあえずお前らが頼りなんだよ。行け。こいつらを多分強くすることとかもできるんだろうけどな、多分な、将来的にはな。 OK、 君たちを味方になりなさいと。そして新たな、戦え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 、よし、オッケー、戦え戦え。大所帯になってきたよ、大所帯。ガンガン味方を増やしていこう。オッケー、戦え戦え。無敵艦隊を作りたいよな、できればな。無敵艦隊を作りたい。ほら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 、はい、いけいけいけ、ガンガン行こう。あ、なんか変なことしたよ今。爆発に巻き込まれた、ひょっとして。ガンガン攻めていこうぜ。 OK、 いいね。めっちゃ味方増えてきた。やればやるほど分かってくるからね、こういうのはね。もう集団いじめみたいになってる。いいね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 。こっち行こうぜ。おお、すげえ。団体さん、ありがとう。団体さん、囲め囲め。数で数で行こう、数で数で行こうぜ。数で行こうぜ。でももうあと1回しかないけど。めっちゃ強え。マジか。なんかスローにさせられてるし。あうち。ピンポンパンポン。はい、以上いかがだったでしょうか。ザ・アンリビング、なかなかね、こう復活させて味方を増やしてっていうなんかシステムが
本当古いゲームなんですが、ボコスカウォーズ的なノリがして、なんかボコスカウォーズが進化したらこんな感じになるんだろうなっていうね。はい、すいません、わからなかったら、ググってください。はい、まあこれ2022年、まあ、前半みたいな感じで書かれてますけれども、まあ、後半っていう表記があったので、はい、その頃には多分日本語実装されると思いますし、まあ機械翻訳かもしれませんが、ないよりはいいと思うんでね、ぜひ、まあ、頑張っていただければなと思います。で、こうやって日本人の、自分が宣伝することで、また日本語も力入れてくれるのではないかと思うので、まあ、それに期待しながら、まあ、最終的にこんななるんだ。めちゃくちゃ数多い。まあ、そらそうか、倒すたびに増えるんだもんな。はい。なかなか面白いローグライクアクションだと思います。まあ伝えきれてないところはね多々あると思いますが、まあ、どういうものかっていうことが分かっていただければ、このスチームフェスのね目的果たすと思うので、皆さんも積極的にプレイしてみてください。この期間中は体験版、動画できるだけ上げるので楽しみにしていてください。では皆さん楽しみましょうね。ユーロでした。バイバイ。必殺 OK。ヤーモちゃん、ヤーモちゃんゲット。へい、おお、あれでもなんかロックマンっぽいボスだな。